おはようございます。ドローフォーフィールドモニターの笠松仁です。よろしくお願いします。はい、笠松さんどうも、お久しぶりです。久しぶりです。こんな早朝に、はいはいはい来ていただきまして、はい、申し訳ございません。はい、いつもの、いつもの。笠松さんに、このような指令が来ております。もう大体、ね、開けなくても分かる。モンスターでしょ。もうワンチャンください。はい、お願いします。和歌山アキイカ偵察作戦スーパーローカルに次ぐ和歌山のシークレットポイントを乱眼しアキイカを徹底調査せよ。ただし小イカは回避、釣れた場合は即座に優しくリリースすること。スーパーローカルの、まあ、秘書さんですからね、はい、シークレットポイントをたくさん知ってらっしゃいますよね。いやいやいや、それでは今回あれですね、モンスターって ないですね。偵察なんですね。はい、シークレットポイントを、はい、もうガンガン紹介。シークレットポイント、シークレット、はい、今回ねシークレットにこだわってますね。偵察の、はい、そのポイントに向かって行きましょうか。はいはい、はい、はい、では参りましょう。はい、レッツで行きます。レッツ、じゃあでもじゃあそうします。はい、レッツゴー、 OK。え？ちょっと、ちょっと、お母さんじゃないですか。このところで何さん？いや、逆にわざわざお手伝いに来ていただきたい。逆に笠松さんじゃないですか。何してんの？いや、あの、知り合いでね。知り合いだ。はい。オカピーと一緒に釣りに行きたい。一人で行かせてくれ。完全プライベートだね、俺。行きましょう。じゃあ心強い見方が来たところで、はい、3から、はい、じゃあ行きましょうか。なんでやねん、レッツゴー。なんでやねん、無理やりやん。行きましょう。無理やりやん。うわ、結構波あるっすね。昨日よりはなんかある。ちょっと中からやりましょうか。佐藤のなんです。で、佐藤のももうつい漁港の横の磯で、ちょっと外ね、波あるんで、ちょっと中の方だけちょっと打って、もうなかったら移動みたいな感じでどんどんやっていきます。来たわ、釣れた。伊藤さん、はい。もう釣ってる。やっぱり長いね。ないですね、全然追尾ない。結構濁ってますね、これはやばいぞ。うお、波高っ。やばい。これ開きませんね、こっち面あかんすわ、こんなんで。中ですね、これはもう危ないっすわ。まあちょっと波あって濁りも多いんで、ちょっともうちょっと奥行って、奥で釣れなかったらもう移動しようかなと思います。で、結構まあこういったブレイク、ちょっとカメラで映るかどうかわからないんですけど、ブレイク沿いと、あとまあ下りあの辺にあるんですけど、その周辺からまああの
沖から入ってきたやつとかそういうとこついてて、でまあそういうやついてるかなと思ったんやけど、今日ちょっと予想外に荒れてるんで、ちょっとまあもうここは見切って、ちょっともうちょっと穏やかな中打ってもう行ってなかったらもう移動で、そんな感じで行きます。開けませんね。移動しましょうか。欄干する場所場所で釣らんといてくださいね。出たな、まあまあの本音。あの、観覧外しといてください。魚めっちゃいてますね。あ、ここ大島港です。赤トスどうですかね、ちょっとまあやってみて、ベイトの感じはええかなって感じです。めっちゃいてるでしょ。ちょっとあれですね、 3.5 号で水深もあれです。今 3.5 からで、グレとかも下の方にいてんのでかいですね。イカおるやん。いてます。イカオカピみたいにどこにいるんですか。この裏にいてます。見えない四角に、四角にいてますね。結構水は濁ってますね、うん、そうですね、硬化成のやつだけ拾って、もう一個のイカにあんまり見えてるやつにそこまでこだわらんと、次々と狙っていく方が数はまあ拾えるかもわからないですね。結構もうだからあれですね、もうあっさりポイント変えていくっすね。もうそことかもほとんど取らないし、もうちゃ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 ってやって、もうエギに釣り火なかったら、もう次のとこ行って次のとこ行ってみたいな。これ結構水深ありますね、この灯台の周りは。ここは深いで。ね、深いですよね、うん、ここは深い。このゴミ感とかもいかにもちょっと荒れた後のカスだらけみたいな。お、ハリセンボン、ハリセンボン顔出してる。めっちゃ可愛い顔してる。うわ、けどこれ虫ヘッド やったら面白そうですね。下の方にいてるのでかいですね、結構。結構なんかこの辺の浅瀬からパーって似てるもんなんですけどね。なんか思ってる以上に今日なんかイカ見えんすね。水もなんか水っぽいような色してるっすね、なんか変に。もうちょっと向こう行く。何やねん、水っぽい色って。なんていうんですか。水は水やろ。なんか水っぽい色。意外に綺麗ちゃいますけど。うん、まあそうやな、もうちょっと白いかなと思ったけど、うん、そうでもない。ちょっと3号でいきましょうかね。ずっと強気の 3.5 号ですか。いや今 3.5 で。 3.5 ですか、やっぱり、うん、まあ、そうやな、まあの方がおるかおらんか探すのはそっちの方が早い。早いですね、うん、ほんで実際におるからいいか。今ちゃんとついてきた。あ、マジですか、うん、まあこのロープのちょっと向こうぐらいで。来た来た来た、いっぱい来た、いっぱい来た。後ろちっちゃい、めっちゃいてるっすね。ちょっとまた先行きます。なんかけどあのあれっすね、ぶっちゃけなんですけど、変更してるのとしてないのだったらなんか恥ずかしさが違うっすね。なんかわからんけど、見え具合かな思ったわ。え、なんかこうカメラと目合ってる感じが、あ、なんか全然違うじゃないですか。確かに。もう十分叩かれた後で、叩いてると思う。で、うん、でなんかイカ素直じゃないですもん、見えてるやつ。あ、水綺麗ですね。こっちの方が綺麗。うん、
おっと、手前にいっぱいいてるけど、反応するかせんかはどうやろ。ここのやつら賢いな。いただきました。小さいっすわ、めっちゃ。もうエギサイズね。ちょっと優しく優しくリリースします。これ罪かけられるんちゃうんすか、優しくとかやってたら。うわ、もうがっつりがっつり抱き込んでる。取られへん。うわっ、うわ、最悪やこれ。なんやねんこれ。あ、しかも、まあ、あのアキイカのパターンですわ。え、めっちゃかかってます。なんかこの辺めっちゃ通過したんですけど。でもなんかここになんかタン、かかってくる。なんかタオルとかのエスカ、僕車置いてきたんです。めっちゃ垂れてるよこれ。ちょっと小イカ気をつけましょう。こうなります。あ、結構こういう感じすぎですね。朝場ロロタ、ちっちゃい岩、あの辺ちょっとやってみましょうかね。水めっちゃ綺麗ですね、その辺。いや、意外に似てるかと思ったけど、全然追尾ないっすね。このまま打ちながら歩きながらちょくちょく寄っていきますよ。意外に浅場に似てない、深いとこ。何ですか。なんかね、曲げたりしたらピキピキってなるんす。ぬる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 が固まってこんだ。ちょっとあのさっきから派手、あのサイトしやすいように派手めなの投げてたんで、ちょっとまあじナチュラル寄りの色。あー、くそ、思ってた。多分ちょっと触っただけ。でも臭いですね。うわ、これやばい、これやばい、これやばい。船通ったな。靴が、靴だいぶ使った。あ、かかってた。ラッキー。靴濡れてるふりして先消したんです。ラッキー。さっきのよりは全然あれですね。さっきのよりは全然サイズいいマシですね。優勝。うわ、うわ、足一本やん。こいつもまたさっきもね、めっちゃ隅っこだったんすよ。まあ今の時期のアベレージみたいなサイズですかね。うっ、うわ、また食らう。いったー、シューンって。ラッキーっす。シャクったら乗っとったっす。シャクったら乗ったら、ボトム置いとったってこと。そうですね、うん、あの自分の足元に波が来てそっちばっかり気にして置いてたら靴半分濡れました。まあイワシオイルはあれやからな、あの、うん、なんちゅうの、光がぐちゃぐちゃやろそれ。あ、はいはいはい、だから置いとってちょっと揺れただけでもぬらぬらぬらってなるから。意外にけどあれですね、人間から見た目はあの地味から、さっぱりしてるように見えんねんけど、ね、で もうマーブリに近いよそれは。はい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 、はい、だから置いとっても自然にアピールしてくれる。いや、さっきまでね、ちょっとまあシルバーとかの派手めな、外面派手めの、うん、ロブスターでやってたんですけど、そこが白いから目立ちすぎるやろ。うん、そうですね、うん、反射しすぎっていうんですかね、うん、あ、フォローですよね、うん。もう場所移動しましょうか、どん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 。よいしょ。
なんかくれへんかなみたいな顔で見てる。今大島港でやったんで、次大島港の隣、大島の田代湖行きます。でちょっとまあ見てもらったら分かるんですけど、人は結構いてるんで、あ、手前の人は岡さんですけど、ちょっと漁港横の磯へ入っていこうと思います、はい、ちょっと険しいんですけど、ちょっとまあちょっとでも人に触られてないようなところでやります。よいしょ、回遊ついちょっとしか移動してないのに、この蚊の量やばいっすわ。あらら、特にね、もうかゆすぎて集中できん。ここはネコネコのシークレット感ですね。シークレット感もう向こうの人丸見えですけどね。まあ蚊に噛まれる価値があってくれたらいいですけど。ああ当たったっすね。水色もあんまり良くないんで、多分あんまり追わないんかもかな。あー、ここね、砂地でちょっと砂舞い上がってるから今多分こんな色になってるんですけど、そうそうですね、ちょっとまあ光も強いんで反射じゃなくて影で見せるみたいな色。ブラックロブスターレッド、まあ、光強かったら中クリアなんで赤なんですけど、まあ、透けるっていう。光弱かったら影として。やめますここ、はい、そうですね、まあ単純に、この湾の中にいてないですね。でまあそのあっちの漁港のテトラ際に引いてきたら小さいのいてるんですけど、まあ抱き切らないんでちょっともう別行きます。もうちょっと活性高いやつを探しに、はい、あー地獄に。ね、ここ須江、須江の白の湖の、隣のジーソーですね。ちょっとね、外海ほんま波強すぎるんで、もう今日はこんなとこ回るのはしゃあない感じですね。早く行けよ。はい、今日疲れてんだよ。すいません。うわ、今日やっぱ外は海波あるな。今日はけどほんま波との戦いやな。ちっちゃいですね。ちょっと無視するっすもん。ゴミ拾ってますね。うわー、ちっちゃいのはいっぱいいてるっすけどね。うわ、 30% オフですわ。まあ、30円引きや。一応超過なんで持って帰ります。捨てときます。危ない、安全策で。ここは、大島のループ橋の根っこのところになるんですけど、
ちょうどその磯の前のシャローのとこ狙おうと思います。はい、でまあまあ駆け上がりとかについてるようなやついてたらなという感じですね。